現在のロシア・ウクライナの戦況や国際社会からのウクライナへの支援は中国共産党に不安を与えており台湾海峡への軍隊派遣に対するためらいを生じさせています中共が台湾海峡への軍隊派遣をより警戒している理由は大きく分けて5つあります理由その1アメリカの先端軍備支援が功を奏す 理由その2、ロシア軍内部の腐敗が戦力を弱体化、中共はさらに深刻。理由その3、国際的な制裁や経済的な圧力が功を奏す。理由その4、アメリカ軍が台湾海峡の制空権と制海権を保持。理由その5、地域間で連携して共同防衛、中共はかなわない。